こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です、えー。私は今、アマゾン室サポートで、以下のメニューを提供し,提供しています。まず、個別サポート。ね、これサポートの中心で、まあ、ほんと完全オンダーメイド。一人一人に合わせて、商品探しから、ねえー、何を中心に、何に力を入れて取り組めばいいか。どこに商品を買いに行けばいいか。 そういったことまで含めてすべてサポートしています。まずこの個別サポートが一番のメニューですで。次にマニュアルサポート。サポート付きマニュアルサポート。これは個別サポートからスカイプ相談と個別の商品探しを除いたプランです。個別の商品探しね、個別サポートだともう本当に一個一個商品ね、 えー、これを買って、えー、いくらで売りましょうかとかいう形でね、じゃあこの商品はね、えー、安いんで買ってでいくらで売りましょうとかね、あこの商品は一見安いけどこういうトラブルが予想されますんでやめときましょうとかね、えー、それよりこっちの商品の方がいいんじゃないですかとか、まあ、本当に、まあ、まさに手取り足取りという感じで、えー、商品探しをサポートしています。で サポート付きマニュアルサポートは、まあ、その商品探し、個別の商品探しを除いて、えー、プラススカイプサポートもないと。ねえー、チャットワークの、ね、回数無制限のサポートはつきますので、商品探しに関すること以外はもう全部、えー、相談可能なんですけど、商品については相談していただいたときに、まあ、これは NG 商品です。扱ってはいけない商品です。ね、あるいは NG ではありません。まあ、この2つの丸かツかで答えるというのがね、 マニュアル付きのサポート。これが半年間のサポート付きで28万円。で、今回はね、まあ、その入会時にね、55万とか28万円じゃなくて、もっと気軽なプランで、ちゃんと正しいノウハウでね、アマゾン移出、オーストラリアアマゾン輸出に取り組んでほしいと。で、あとね、まあ、もともと、まあ、アメリカアマゾン、あるいは日本アマゾン。 るあ,るあるいは eBay とかね、えー、他でまあ輸出なり、転売なり、輸入なりしてるんでね、今更その個別とか、えー、サポート付き、マニュアルサポートを、えー、そんだけお金払って、えー、受けるのが、まあ、ためらわれるというようなね、えー、需要があるかなというので、新たなプラン、えー、提案しました。マニュアル、えー、プラン。これはオーストラリアアマゾンに、えー、登録するためのマニュアル。 それと、扱ってはいけない商品、やってはいけない行為、まあ、これをメルマガでお知らせするというプランです。まあね、えー、儲かりもしないやり方で、例えば無在庫販売でね、えー、やっても全く儲かんない。そして市場は荒れる。で、a z o n はそのやってるとね、えー、なんか無細工でわけのわかんないことやるのは日本人が多いなということになれば、今度ね、えー、日本人が、えーまあ、NG じゃないけど歓迎されない出品者になってしまうと。 いうね、アメリカで起こったことを、ね、再びオーストラリアでは起こらないようにということで、ねえーまあ、手軽なプランで正しいノウハウを提供したいなというので、まあ、今回この需要調査をしたら、まあ、そのプラン、ねえー、3万円で正しいノウハウを知るならぜひ欲しいという、ねえー、リクエストに対するお答えがありましたのでこのプラン作ります。 またね、募集ページ等は新たに作ってお知らせしますけど、まあ入会時必要費用は3万円と、もうぐっと手軽なプラン。で、マニュアルとメルマガ配信1ヶ月の費用込みと。で、翌月以降は5,500円でメルマガが届くという形です。で、これね、えー、じゃこのサポート付きマニュアルと、このマニュアルメルマガプラン何が違うのってことなんですけど、このサポート付きマニュアルプランはね、えー、もうチャットワークで 回数無制限でサポートしてますんで、マニュアルに書いてないことを質問してもらってもね、それは私が答えの記事を作ったり、記事を引っ張り出してきて解説付きで答えたりしています。で今回、このマニュアルプランっていうのは、メルマガで送られたものに対する質問のみ受け付けるで。質問のみ受け付けるんですけど、メルマガでマニュアルと動画配信してますんでね、まあ、それを見て、 わかんない、ね、わかんない人が、まあ10人中3人以上いるという場合はね、これはわかりにくかったのかな、あるいはね、ちょっと変わっちゃったのかなということでね、新たな記事を作るなり、動画を作るなり、いう形でお答えします。次回のメルマガの時に、その、もっとわかりやすい記事を書くと。 まところが、10人中1人でも分かんない人にね、その人に合わせてマニュアル作っちゃうと、もうほんとくどく、くどくて分量が多いマニュアルになっちゃうんで、それはしません。だからね、まあ、このマニュアルとメルマガプラン入ってみて、ねえー、10人中1人2人の,の物分かりの悪さだなという場合は、えー、遠慮なく、えー、他の方、ね、10人中、あなたしか質問来てませんと。ね、20人中あなたしか質問来てませんと。もしこれ理解できないなら、 このサポート付きのプランにアップグレードしてくださいという形でお答えします。まあ分かりやすい、分かりやすくね、必要最低限のものを誤解のないように配信するという形で考えてますんでね、まあ分かるはずなんですけど、ただ分かんないからって言ってそれをね、それに合わせた記事とかマニュアルにしちゃうと、うん、あの、分量だけ多くなってね、うん、これそんなに重要なのかと。 いうようなね疑問を感じる方も出てきますんでまああのいいとこどり簡易版ね必要最低限のことあるけど、まあ、余計なことは、えー、配信しないで、えー、分かりやすく解説はするけど、ね、あまりにもバカにしたようなねえっ、ーえー、と噛み砕きすぎたような説明はしないというようなプランになってますまあ今までの私のね、えー、そのノウハウ動画なり何な,なりを見ていてまあ 3万円でね、えー、その、今まで動画で公開できてない部分とか、メルマガで、ね、公開のメルマガじゃ配信してない部分が知れんなら、やっぱそれはオーストラリアアマゾン取り組むにあたって有益だねという判断、ね、した方だけ、えー、申し込んでいただければと思いますんで、まあ、この辺わかんないというね、この辺わかんないって、あのノウハウじゃなくてね、今、この出そうとしてるマニュアルとメルマ,メルマガプランっていうのが、 えー、どういうね、えー、狙いでサポートなのかっていうのが、今言った部分だとわかんないというのがあればね、えー、お気軽にご質問ください。またわかりやすいアンサー動画を作ろうと思います。で、この募集、えー、月曜日、来週月曜日の25日から、ねえー、募集をする予定で、まあ、それまでにね、わ、えー、かりやすい内容、サポート内容とかね、えー、それから、えー まあ、費用はこの通りなんですけど、あの、募集の記事を書いて、またお知らせしますんで、今これね、動画見てる方、あの、この記事じゃなくて動画で、動画だけで見てる方は、まず説明欄の URL をクリックして、この記事の方でね、このメールアドレス登録してください。あの、募集開始時のお知らせが届きます。それから、Amazon 室のね、必要な、勘違いしたまずいことなんかをね、NG 集なんかを配信してます。 こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。そんな形で、オーストラリアアマゾンね。ね、えー。物価が高くて、ろくなネットショップのないオーストラリア。アマゾンは本当にね、桁違いに便利なネットショップなんで、これからかなり、ね、稼ぎやすくなる期待ができる市場なんで、この今回の気楽なプランの方で、まあ、参加していただければと思います。ま,あ、まずね、 3万円の参加するかどうかわかんないけど、気にはなるという方はね、先ほどの、えー、無料メールセミナーの方に登録して、まあ、アマゾン室、オーストラリアアマゾン室の情報をチェックしてください。ご登録お待ちしています。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。